すぐ思ったこと聞いちゃう。今だから聞かせて。じゃんけん、はい。じゃあ、ミラさんからじゃあ、キャラさんにこの質問していただいていいですか。スケート以外の私のいいところ、教えてください。なんだろう。小さなことですごく楽しそうに喜んでくれるところ。例えば、焼肉行くってなった時に、やっぱスキップしてたりとか、そういうところが小学生みたいで可愛いですよね。ありがとうございます。ご自身の心当たりあるんですか？よくそうですね、スキップしたり走り回ったりしてますね。焼肉って言ってました。そう、言ってましたね、昨日。そう。単純だな、こいつ。です。そういう姿見て、どうなんですか、キャラさん、やっぱり。僕まだ自分の精神年齢が低いなと思うんですけど、ニクちゃん見るとちょっと安心します。大丈夫だと思って。意外とね、精神年齢一緒だったりして。いや、だいぶ高いよ俺の方が。30だからね俺。確かに。忘れ物が多い理由。私多分一点集中型なんですね。試合とかだと、もう試合の準備とかめっちゃこう入るじゃないですか。そしたらこう、何か一つは忘れるっていう。すごいよね、その入った時の集中力がすごいんだけどさ、そのことに集中するから全部忘れるんだよ。そう、衣装忘れたりとか、本当に。でもすごかったなみたいな、すごく感じます。試合行くのに衣装を忘れていこうとした。すごく忘れ物チェックをいつも自分のももちろんするんですけど、基本的にリキちゃんと試合に行くときは絶対リキちゃんの忘れ物をチェックしないといけないんですよ。集合したときに靴持った、タイツ持った、衣装持ったって全部、ジャパンジャージ持った、 ID 持った全部確認するんですけど、衣装持ったのって聞いたらおっって走って。では一番怒られたのは練習にスケート靴を忘れてきた。めちゃめちゃ怒られました。リンクついたらあらスケート靴忘れた。何しに来たのって。僕取りに行って、結局リキちゃんだけアップさせといて、僕アップ遅れるっていう。なぜか僕が被害を被る。それは申し訳ないです。よくありますね。キャラのそういうタイプだね。僕はどうですかね。どう。でも今大会私は忘れ物はなかったんですけど、ショートの当日練習の時に練習着、下のズボンを忘れてきて、それは時間がすごくタイトだったんで、多分それで焦って忘れたんです。でもなんか、でもリュウチ君も練習着スケート靴忘れたことあるよ。それ1回だけ、リュウちゃん2、3回あるから。今回はじゃあ どう乗り切ったんですか、練習着。衣装を持ってたので、もうそのまま本番用衣装で下だけ履いて滑りました。でただなんかフリーの時も同じパターンでいきたいなと思ったんで、練習ズボン忘れてなかったんですけど、試合用のコスチューム着て滑ったら、その衣装が止めるボタンが取れかけてたので、だから逆に良かったんだよね、あれ。だから意味があったんだよ。意味があった、そうです。はい。一番初めに会った時の第一印象。一番初めに、ね、俺会った、喋った印象がないんで。一番初めにリーチ君を見たのは2018? 東日本でしょ。俺はね、その時覚えてないんだよ、リキちゃんのこと。だから、四大陸の時初めて写真撮ったぐらいじゃないの、リキちゃんから写真撮ってください。第一印象は、なんだっけ、その2017年の18年の四大陸の時に会ったのが一番最初で、本当に、あ、ちっちゃい子いるなっていうのが印象的。皆さん、写真お願いしますっていうのは、やっぱりちょっと憧れ的な存在がその時はあったの。いや、絶対違います。多分ついでに、ついでに撮っとくかみたいな感じです。すごく暇そうに座ってたんで、ちょっと写真撮っとくかって思ったのを覚えて。あれだよね、なんかモコモコつけてたよね。そう、ファーみたいな。覚えてる。すごい。ちょろちょろ動いてました。そういう感じはあったんですね。はい、第一印象から今ってなんか変化とかってあったりします？まあちょっと雰囲気変わりましたよ。なんだろう、あの時お子様っていう感じがしたんですけど、だいぶなんか大人になったよね。なんやねん、母って。時間がギリギリの理由。さっきからそればっかやん。違うんですよ、今回8時のバスに乗らないといけないのに、部屋から出てくるのが57分だったんですよ。
呼んでくれればいいのにって言われて、わかるだろうと思って、57分だろ。いや、いつもコンコンされて、で一緒に行こうかってなるんですよ、いつも。それは僕らの理由があるわけ。もう明らかにスーツケースバッタンゴトンゴトンって音聞こえてるから、でもここでもし、リクちゃんもう時間ですよって言って、もし焦って忘れ物でもしたら大変だと思って、すごいじっと待ってたんだけど、もうこれそろそろやばいんだけどと思って。うん、でもこう葛藤があったんですよ。早く起きて準備をするか、睡眠をとるか。睡眠をとりました。前日にその前日も結構時間ギリギリだったんで、僕は6時朝ごはんの時間をもうちょっと15分早めようって言ったんですけど、私は寝たいって。案の定昨日バス乗り遅れて、でもその乗らないといけないはずだったバスよりも早く着いたんで、昨日ね、よかったよね。アップしながら感謝しろって、遅刻した私に感謝しろ。一番かわいそうなのは先生がスーツケース持って走らされたこと。バスを、裏バスを止めに行ってくれって言っても、先生がスーツケース持って走って、初めて見ました、先生はあんな走って。自分たちよりもはるかに速いって、思いつけないっていうのが昨日ありました。なんかそういう時間ギリギリな理由とかってあったりする？いや、いつも5分前行動を心がけてるつもりだったけど。ゆきちゃんは人を巻き込んで遅刻させる。でもそんなさ、めちゃめちゃ遅刻魔なわけじゃないじゃん。時間ギリギリ。ギリギリでしょ、うん、間に合わせようとはしてるよ、頑張ってる。間に合ってない。ただやることが多いだけ。間に合ってないけど。です。今日ちょっと気をつけます。はい。試合中、何を考えてますか？いろいろ考えてるよ。例えば、こう、始まった時とか何を思ってる？最初はツイスト入る前に、壁ギリギリまでコーナー使いたいでしょ。その時リキちゃんがどこに行ったか必ずチェックして、その調節してる位置を自分で行く。その時によってそのリンクがさ、 LINE がない時あるでしょ。リキちゃん LINE ないのあんま好きじゃないじゃん。だからたまにどこ行っていいか分かんなくなるって言ってるから、もうもちろん理想の位置に行ってくれるのがベストだけど、でももうそれは変わるから毎回そこでアジャストして、一番最初のエレメンツに入る時の角度を調節してる。この角度が自分の中で決まってるから、ツイストのいい角度が。でそこをセットしないと、トーループの全部角度もずれて、僕が全部セットしてる、そこから。あれはリフト中はリフトは、まず上げる瞬間、上げるでしょ。上げた時にもうすぐリリースのタイミングを頭の中でチェックして、で、同じように離して回転数数えて、であと最後下ろす方向と下ろし方優しく下ろすように意識して。スピンは？スピンはカウントと音聞いてる。どこで下ろさ、どこ休憩してないの？うん、したいけどする暇はない。だけど音も聞かないと音も遅れるじゃん。でもカウントもしないといけないじゃん。でチェンジの声出しもしないといけないじゃん。だから大変なのよあれ。だから本当はサイドバイサイドスピンの声かけとかペアスピンのカウントを変わってほしかった。あそこで休みたいから。あ、じゃあっていうことで、スローこう投げた時って何を思ってるの？行ってこいみたいな。まあここはセットするでしょ、パターンも。そこからはもう頼んだみたいな。頼んだか、もう飛んでけーって。なるほど。はいって。知らんかった。いろいろ考えてる。意外とこう休憩っていうかしてるところがないんだなって。ずっと頭回してるんだなって。逆にさ、何考えて滑ってんの？これは足を溜めないと、その後のスロージャンプがあるから、休憩はするけどこうちゃんとこう内側にとかはちゃんと考えてる、うん、スピンは休憩してる。カウント変わろう。あ、でもサイドバイサイドはちゃんと見てる。ペアスピンは休憩してます。どこでも寝られる方法どうやったらそんなすぐ僕が運転してる横で寝られるのかなっていうのを聞いてみた。まず車での寝方は座席を倒してヒートをオンにする。もう気持ちよくて寝れます。いや、もう車は本当にこれだけで寝れる。だってね、ここですぐ寝るもんね。音楽を聴くで体を温めたりとかはいいと思う、ね、座席がさ、リクちゃん、そう、リクにとっては全然大丈夫なんですけど、狭いんですよね、飛行機。狭いんだよね。だから羨ましい、リクちゃん見てたために、こうなんかいろんなポジションに変えれるじゃん。そう、いろんなポジション取れるんだよ。足曲げたりできるし。僕はもうこの状態しかいられない。それも関係あるんじゃない？うん、かもしれない。本当に怪我があってすごく気持ち的にも大変なシーズンだったと思うんですけど、復帰してから本当にお互い支え合えて、逆に支えてくれることも今シーズン
多かったので本当に感謝していますし、これからもこれがゴールではないので、もっともっと上を一緒に目指していきたいなっていうふうに思っているので、本当にこれからもよろしくお願いいたします。でも忘れ物は減らしてください。以上です。怪我があった中で本当にいつも支えてくれて本当にありがとうございます。自分がすごくネガティブな時でも必ずこうポジティブなことを言ってくれたり、そのプログラムが終わった後に必ずこうどっか褒めてくれるところとかすごく嬉しかったです。なんだろうな、来シーズン、今シーズンよりもいい結果、ショートフリー合わせられるようにお互い頑張っていきましょう。なかなか普段聞くことがないので、嬉しいですし、また一緒に頑張っていこうなというふうに思いました。ずっと一緒にいるんでめっちゃ探したんですけど、意外とあ、そうなんだって思うことがあったんで、すごくね、よかった、よかったです。貴重な機会ありがとうございました。ありがとうございました。